理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第512回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と香里と正人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回もメールの回です。4月にいただいたメールを紹介していくんですけれども、はい、4月はね、なぜか、はい、前半メールが少なくて、後半グググッと増えるっていう、あの、なんていうんですか、この番組が月単位でメールを紹介しているっていうのを知ってる方々が月末に向けてあ、メール出さなきゃって思って送ってきたんじゃないかという雰囲気で、後半、メールの、そう、なんていうかな、4月30日の最後の攻防が楽しいですよね。28、29、30ぐらいで1日複数のメールが来るっていう感じで、はい、真ん中ぐらいまでは 今月はメール少ないなって思ってたんですけど、はい、滑り込みでたくさん入ってまいりました。23時59分っていうのがあったじゃん、はい、それはあれですね、まさに意識している方で、滑り込みでって、滑り込みのメールで失礼しますって書いてありました、はい、という感じでですね、いつもメールありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また、初めてメールいただいた方も何人かいらっしゃって、皆さんもメール書いてみてください。で、オープニングですね、いくつかメールの紹介というか、して本編の方で質問に答えるという形で進めていこうと思うんですけれども、はい、まずですね、最初に、パックスケの父さんからのメールで、新年度最初のプラネタリウムに行ってきました、うん、で行きつけのプラネタリウムがあるようで、今回は館長さんが説明を、あ、解説を担当、解説員は全部で7人いるらしいなどという感じでですね、結構頻繁に行ってるようです。毎月行こうっていうふうにメールをいただいてます、別メールで、うん、で、そこで JAXARS っていう JAXA が出している冊子を、このプラネタリウムの館で配ってるようなんですけど、へえ、そうそうそう、でその中の、記事で岐阜にある陶芸の粘土を製造販売する会社の会長と JAXA の月探査をしている方の対談が面白かったですって書いてあって、うんうん、まあね、陶芸の粘土とか上薬はまさに砂とか土の話で、うん、JAXA の月探査している人も月の石とか砂とか水が入ってるかとか、それをどうやって、何、そこの上をどうやって進んでいくかとか、どうやって採取するかみたいな話をしていて、でメールの中には陶芸って理科ですねっていう風に書いてあって、うんうん、まあそうですよね、化学反応 と、高温でいろんなことやるってやつなの で、はい、そうです。でも初めのうちはそれって経験じゃないですか、うん、そう、泥が単にここら辺泥棒、多分自然天日干ししてるんだったらもっと早く乾かそうよって言って多分誰かが焼いたんじゃないかね、もっとなんか良くなったぐらい、焚き火の近くで山火事でとか、焚き火はしていて山火事で焼けちゃったっていうのは、そういうのもあると思います。ね、でそれを意図的に焼くようになったのが、うん、そこを科学とも見た人がいたわけだよね。それまでは単なる科学ではなくて造形的なものから、それを科学って見る前に、うん、火が赤い方が、とか、火の色と焼け具合の違いを感じた人がいたんじゃないですかね、うんうん、あ、なるほど、うん、でそれの最たるものがセラミックでしょ。セラミックですね。そうそう、びっくりしちゃった。セラミックって焼き物これセラミックは焼き物、まさに焼き物のことをセラミックっていうふうに言うし、うん、そんないプロジェクトに、以前入っていた酒井さんっていう方が陶芸をやってらっしゃるんですけど、はい、この番組にメールをくれまして、最初の頃、そうなんです。酒井さんはリスナーの頃この番組を聞いて、知らない頃、いや、まあ、香織さんがどうだろうな、少なくとも酒井さんの方がさっき入ってるもん。そう、その、時に、炉の中で、うん、この温度がどのくらいかっていうのを分かるように、ある温度で溶けるこう土の塊みたいのがあって、へみたいな話と、焼き物、その作品ではなく、作品ではなく
覗き窓からそれ見るとあ何度になったなっていうのが分かる話と、面白い。あとは面白い、結構たくさん苦学されていて、うん、今、大学で教えたりもしてるようなんですけど、やっぱり、焼き物は科学だっていうことで、どんな上薬をどう使ってそれを、どんな火で焼くかっていうようなことで、あの色の発色が違ったりとか、そういう話とかを、していたりして面白いなと思っています。面白い、はい、なので陶芸って面白いなと思ってね。最先端部品とかでもセラミックスって必要不可欠なものになってきてる。へえ。でもそっか、はい、焼き物だから、その焼く前は自由に形を作れるから、はい、いいのか、ね、そもそも電極を織り込んでそれで焼き固める、うん、かつそれが非常に細かい精度で作り上げられるので、うん、まあ、小さくて、まあ、安定した性能のもの部品を作り上げることができるようなところまで昇華させているものもあったりするんですよね。なんかね、焼き物じゃないとできないようなものもいくつかあって、はいはい、ただ、なんだっけ、トイレとかもずっと焼き物ばっかだったんですけど、東洋陶器、東東さん、うん、そうですね、最近はプラスチックのやつとかも出てるらしいし、そうか、そうで、なんだよね、なんかトイレの工場で音を鳴らしてそのひびが入ってないか調べるとか、なんかそういうの見たことあったな。あ、そうそう、そう、だから私の知り合いでも最終検査、東から転職してきた人がいて、あの焼き物はなんていうの、乾かすと少し縮んだりして、うん、あと焼いたりするとまた大きさも変わるんで、うん、なんていうのかな、大きさの管理が大変ですって話をしてました。そうね。でまあそこら辺を収縮率を考えながら当然作るだろうけど、やっぱね、うん、でそこそこ100%っていうわけじゃないからね、大きいものなんで、うん、何割増しで作って縮んでみたいなことをやるっていう話をしてました。ね、でもそう、はい、元が大きいから大変だね。全体がきれいにいかなきゃいけないしね。はい、次のメール、ペラワンさんからですけど、はい、508回大きな数とアリストテレスの息の回楽しく聞かせていただきました。で、私もコップ一杯の海水を分子、コップ一杯の海水の分子に色をつけての話と、福岡新一先生の動的平衡の話から似たようなことを考えていましたと。で話は飛びますが、過日親しくしていた友人の七回忌に行ってきました。少し事情もあり、月面に近くにはお線香をあげて、彼女の、ご家族と、夕景を撮るというようなことが続いていますと。で、その後にですね、彼女の家に行き、彼女の写真を前にし、彼女のいた場所の空気を吸い、彼女のつけた梅酒をいただき、彼女の仕込んだ味噌をいただくというようなことを、やっていますということなんですけど、こんな時にね、はい、その亡くなった方が息をしていた場所にもちろん行くのもそうなんですけど、この空気を吸いって書いてあるのがまさに、その人が吸った息を、何日も経てばね、すでにその分子は拡散はしてしまっているし、計算では2年ぐらいで地球を全体にこう回っていくらしいんですけれども、そういうのを意識しながら、はい、っていう時間を過ごすのは大事なのかななんていうのをメールを、見て思いました。はい、結構ね、その、大きい数と、何、自分の周りの中のこう息とか分子みたいなものを意識するっていうのって面白いなと思いつつ、この誰かが息をしたっていう話と、もう一つ他にも、メールで複数こうあったのは、ダイエットするというか体重が減っていく時の何、脂肪の燃焼は二酸化炭素でしか減らないっていうのをについて、あのメールをいただいた方もいらっしゃって、結構ね、自分の中のさっきのね、陶芸ではないですけど、人が生きているっていうのも化学反応なんだなと思いながら、一方でこういう情緒的なところと結びつくのも面白いななんて思っています。そうですね、はい、はい、脂肪が燃えるのは二酸化炭素。そう、そういえば、テレビ番組とかで、カロリーを計測するとかっていうのをやるときに、なんかマスクして、はい、チャリンコ、エアロバイクみたいなのをこいで、
空気、要は呼気、吐いた息の二酸化炭素を分析するみたいなことやっていて、そっか、あの昔から研究してる人はここで消費カロリーが分かるって知っているし、それが当たり前だと思ってるんだ、私にとっては新しかったけどって思って、うん、あでもそうだな、なんかであったな、二酸化炭素測定。一応ね、あのタンパク質の分解され、タンパク質がエネルギーを放出して分解されたやつは、二酸化炭素じゃないところからも出るっていうのはあるようなんですけど、要はおしっこの中に溶けて出るみたいなのあるんですけど、大半8割以上かなは多分、呼気、息からなので、息を測定すると体重の減りじゃないや、エネルギーの消費が分かって、それが体重の減りにつながるという話ですね。はい、そんな話もありました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとですね、牧原慎之介さんからは、この配信を聞くようになってから夜空を眺める機会が増えましたと。前回ね、月の傘、月に傘をがかかった写真を送っていただいたんですけれども、やっぱりね、たまに見ないと天文現象は気がつかないので、うんうん、ちょっとね、足元が悪い時には、足元も見ていただきたいんですけれども、夜空を見るというのをそう、ね、たまにしているのがいいんじゃないかと思っています。立ち止まって見た方がいい、はい、そうですね。今日なんとなく、仕事の横で音ほぼ消してつけていた、テレビで科捜研の女ってなってまして、はい、殺人犯が変な殺人を犯したといろんな、神社の境内を歩いているっていうのが腑に落ちないっていう風に言って、そこで、その犯人と関係者は実は高校の時の天文部で、この犯人は、この殺人を犯した後、見晴らしのいいところまで歩いて、空を眺めていたに違いないっていう風に気がつくっていうね、ちょっと強引な感じの流れがありましたけど、確かに強引感がありますね。はい、皆さんも殺人はしてほしくないんですが、空は眺めてみてください。殺人をした後空を眺めるの、そう、その時に手に持っていたのが実は隕石でみたいな話がね、なかなか面倒くさいんですよ。二重三重にね、ネタを載せなきゃっていう感じが伝わってきて、はい、メールありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとですね、ひでせりさんからいただいた、すべての物理学プロセスは物質の拡散が均一なランダムな状態に達するようにエントロピーの最大の方向へ動き、そこへ達した時に終わりますというふうな話で、エントロピー増大の法則 と、星は集まって銀河を形成したりして拡散と逆の方向に向かっています、どう解釈すればよいのでしょうかというメールをいただいてるんですけど、これ以前番組のどこかで話したことがあると思います。どの回だかは覚えてないっていうのがよくないんですけど、もしかしたら407回の相対性理論とダークマターかもしれません。で、かいつまんで言ってしまうと、エネルギーがある、つまり、分子がビュンビュン飛んでるところでは、物質の拡散が行われて、どん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 ランダム化されてるんですけど、エネルギーがあまりない状態で、質量があるときには、万有引力で物は、縮まって、要は、一点に集まって、くっつく、でそこで落ち着いてしまうっていう風になっています。そんなものもあるんで、銀河がある中で、思ったよりバラバラになってないのは目に見えない何か質量があるはずだっていうのをダークマターと称して、観測できないけど質量があるものとして、一方で、そんなのがあるにもかかわらず収縮じゃなくて、広がりが続いてるっていうのは何かしらのエネルギーがあるはずだって言って、ダークエネルギーっていうのがあるはずだって言って計算をしていたりして、ということでエネルギーがないところに、拡散はないんですが、エネルギーがちょっとでもあると、拡散を始めますが、重力の収縮一点に集まるっていうとのものとの、なんていうの、攻防で、均一になったり、収縮して一点に集まったりするっていうのが、行ったり来たりするっていうのが起こっていると捉えるのがいいんじゃないかと思います。確かね、もう少し詳しく、番組では話してたもので、ちょっと聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、オープニングで話そうと思ったのは、ですね、しとしとちいちゃん、この方初めてかな、メールありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。水銀の話がありました。2017年の
通称水俣条約発効により医療機関の水銀式血圧計は日本医師会や内科学会の主導で順次改修され、現在は水銀を含まない代替血圧計で遜色ない診療を行えていますというふうにいただきました。なので、やっぱり水銀は医療現場でもどん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 集められて回収されてるんですね。まだ残ってんのかしら、ちなみに。あ、だから見つかったら回収されちゃう。回収されちゃうんじゃないですか。どこに回収されるんだろう。あ、だから、水銀を処理してくれる会社に送られるんだと思います。へえ。そうそう。待ってね。で、この方はご自身の研究が水銀を使った器具を使って血流量を測定するというのをやっていたそうで、その手法での、測定の継続を断念せざるを得ませんでしたというちょっと悔しい思い出があるようです、はい、同じく私もその仕事上で水銀って、すごい鋭い光の発光する波長があって、うん、へえ、それを何かを当てるとってこと？まあそうですね、水銀自体を要は光らせると、うん、特定のすごいピンポイントな波長で光を出す、うん、レーザーみたいだね。まあそんな感じの大雑把なイメージでいいんですけども、うん、なのでそれってその何でしょうね、一番最初のスタート地点、その基準を作るときに非常に便利だったんですけども、まあ同じくこの水俣条約云々でそういったものも置き換えていきましょうという流れが出てきているところは間違いなくありますね。あれでね、水銀灯って言われていたようなものの明かりが、はい、そうですね、波長が安定しているっていう話や、あと、はい、蛍光灯の中にもね、水銀の蒸気が入っているものが結構多かったんで、そうですね、蛍光灯の中の水銀もやめましょうとかっていうので、はい、2020年にとか全廃に向けて各社が対応してますっていうニュースが結構ありますね。はい、うん、で香里さん、なんか調べたの？うん、なんかね、実家にあった古い血圧計をもらったから、これなんだったっけな、水銀かななんて思って見てみたけど、はい、全然違ったから黙った。電子式でしたか？電子式でもないの、これ。何本機は人体の上腕における血圧測定を目的とするリバロチコロトコフ法を用いたアネロイド式血圧計ですって書いてある。アネロイド式ってのがあるんですね。ね、わかんないけどね。まあ、手にベリベリっていうのをつけて、でカフをボフボフボフっていうのは、そこは同じなんだけど、そこから時計みたいな、何、メーターね。そうそうそう、あれがついてるタイプ。あ、ピシューって。わかりました、わかりました。上下するやつじゃなくて、はい、リバロッチコロトコフ法は、リバロッチコロトコフ法、これって音が聞こえる聞こえない、ね、聴診器を当てて、ドクンドクンっていうのが聞こえるか聞こえないかっていうので、上の血圧と下の血圧を見る方法で、で、アネロイド血圧計っていうのが水銀柱を使わずに、何、円形のメーターとかを使って、圧力を確認する。アネロイド式メーターって書いてある、はい、ということらしいです、うん、ってことで水銀は使ってないけど、圧力をこう針で示すメーターで読むと、これよく見たら聴診器の例を示すとか、聴診器がないと使えないってことか。聴診器がないとわからないです。聴診器は入ってなさそうだな。リバロッチコロトコフ法なので。ちょっとあれだよね、知ってる、リバロッチコロトコフ法って言いたくなるよね。そう、まずに言うのが大変そうですね。そう、はい、ということで、メールありがとうございました、はい、ありがとうございました。あと、ありがとうございました。ハーティーダリーさんは、ハーティーでだるいのかもしれないですけど、日本の国鳥はという会話の中で、香里さんがジャポニカと言った際、聞きながら私も、時のことでしょと思いつつも、ジャポニカってなんか違うなと違和感が湧いていたところ、すかさず吉安さんの日本には日本ねという発言を聞き、そうじゃんと畑で膝を打つと同時に大笑いさせてもらいましたというふうなメールをいただいたんですが、これ吉安さんの台本だからね。ただ
台本の割に、国鳥は記事ですっていうのを補足でいただいて、あ、そうです、それに思いが至らなくて申し訳ありませんというのだけお伝えしておきます。ジャポニカジャポニカではないです。それは学習帳で、時は日本には日本で日本の国鳥は記事でした。はい、あの鶴は鶴は違うんですけどね、桃太郎は、日本の国鳥を連れて行ったと思うと、忘れないと思います。ちょっと今香織さんの声があれですよ、歪むほど大きかったですよ。桃太郎、はい、オープニングの時間も、長くなってきたので、いくつか駆け足で、メールの紹介をすると、ラジオネームが書かれていない、件名でご紹介すると、兵庫県の姫路科学館に行ってきましたさんから、メールをいただいて、オフ会に参加したものですと、姫路科学館に行き、水の惑星という、プラネタリウム作品を見てきましたという話と、普通の展示ね、あのプラネタリウムじゃなくて科学館としての展示が楽しくてびっくりと、地球の始まりからの歴史、ストロマトライト化石、恐竜の骨格、蝶々の標本など、また触って動かす物理現象の身の回りの科学、宇宙の観測や太陽系の展示がとても面白く、学芸員さんと話しながら勉強になりましたと書いていただいて、とても良かったなと思うのと、多くの方がね、身近な科学館に行って楽しんでいただけるといいなと思っています。私はゴールデンウィーク中に浜銀子ども科学館のところに行ったんですけど、ちょっとね、大人だけで行くと肩身が狭い状況でした。子ども科学館だから、子ども科学館で大きな子どもですって言えばよかったじゃん。いや、それが言えるほど空いてればいいんですけど、それぞれの、 あの、ね、体験のやつにちっちゃく行列ができてると、そこに並ぶのは良くないなと思って。並ばなかったの？ほとんど並んでないですね。残念、はい、ということで、あのあちこちの科学館楽しいので、高尾山の元に、はい、高尾599とかなんかいいのかな、無料の、まあ、高尾山の自然を紹介しているところがあるんだけど、はい、まあ、そこはその高尾山に住んでる、なんだろう、昆虫の標本があったり、うん、蝶の標本があったりとかあって、無料で入れるのね。はい、でカフェみたいなところも併設されてるし、庭がちょっと芝生になっててまったり遊べるというか、ゴロンって昼寝もできそうな感じで、高尾599ミュージアムってやつですね、うん、かな。そう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 、はい、できたばっか、まだそんなに経ってないと思う。そうなんですね、 2,3 年かなだと思うんだけど、開館はね2015年平成27年だそうです。結構前だ、2015年、あ、結構前か。まあまあまあですね、はい、うん、なんかね、あのだからなんだろう、特別真新しいものはないわけよ、高尾山に住んでる昆虫とかだからね、はい、あ、なんかイノシシの剥製とかも展示してあるんですよ、ね、あ、そう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 、はい、あの壁には剥製が、いろんな剥製があってね、なんか壁に貼り付けてある感じで、結構写真を見る、おしゃれおしゃれ、おしゃれなんだけど、ちょっとイノシシの剥製が壁に貼り付けてあるんですよ。ムササビとかもビヨーンって飛んでる感じで貼り付いてるし、はいはい、あ、こういうのがいるんだっていうのが、うん、すごい身近なものが身近に展示してある感じがあって、ちょっと良かったかなって、はい、そう、高尾山に行ったんです。そうなんですね。ということで、皆さんも身近な博物館、科学館に行ってみてください。で、オープニング最後のメールは、はい、任意の点 P さんからの、第509回、少し気になったことがありますと。日本では自然の湧き水は飲んでも大丈夫というような話題が出ていたのですが、日本でも特に北海道ではエキノコックスの感染リスクがあったりするので、自然の水にも気をつけた方が良さそうですというふうな、はい、メールをいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもね、私はね、任意の P さんに言いたい。はい、止まれ、いや、任意の任意の点 P さんね、任意の点 P さんに言いたい、動くな。いや、任意の点 P は、動いたりしないこともありますよ。でも結構ひょろ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 動くじゃない。あの、任意の点 P を取るって言ってそのまま止まってる問題も多いですよ。そうですね、でも結構なんかひょろ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 、まあ、動くのもありますけど、理科の、やつだと動いたりします。数学だと動かないことが多いですね。うん、はい、ということで、はい、たくさんのメール、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。オープニングの最後に、
4月にメールを送っていただいた方々のお名前を紹介して、本編の方に行きたいと思いますが、ぜひラジオネーム書いてください。ラジオネームっぽいのはこれかなって思って、読んでる方も今回はいらっしゃるので、ラジオネーム忘れずに書いていただけると嬉しいです。では送っていただいた方の紹介をお願いします。はい、4月にメールをいただいた方々です。フレデリックさん、パックス家の父さん、たまごパンさん、腰の秘密さん、ペラワンさん、山クジラ2号さん、バツバツバツコツメさん、ヒデセリさん、野原しんのすけさん、イルカさん、ヒコネコポンさん、ウエちゃんさん、マークさん、アマリサさん、サボダイクさん、シトシトチーちゃんさん、白樺さん、ウソ800さん、MT ライダーさん、テラミさん、キジウォッチャーさん、ハーティーダリーさん、アメノハバキリさん、サイクルマンさん、兵庫県の姫路科学館に行ってきましたさん、神木雄さん、任意の天 P さん、レモニーさん、以上の方々からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本編の方に行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。では、質問に答えるのをメインにしつつ、本編の方でもメールを紹介していきたいと思います。1つ目お願いします。はい、はい、では1通目のメールです。フレデリックさんからいただきました。質問なのですが、前に高知の科学館へ行った時に、回る椅子に座って回転する円盤を縦向きに持ち、それを傾けると座ってる椅子が回るという展示がありました。ジャイロ効果などと書かれていましたが、どういうものなのか教えてくださいといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、説明が難しいんですよね。回転する椅子っていうのは、まず自分がぐるぐる回ってるってこと？そうそう、まずね、ラジオで伝えるとどうなるかっていうと、自由にくるくる回転する椅子に座ります。はい、なのでコーヒーカップみたいな感じね。その真ん中に座るんで、自分が中心に回るようになってます。はい、だからお家の、お家のというか事務用の椅子とかでも構わないんですけど、要は、くるくる回る椅子、ね、下が固定されていてくるくる回る椅子っていうのに座ります。まず座りました。でぐるぐる回り始めました。でぐるぐる回らないんです、まずは。回らない、これがね、大変なんですよ。タイヤがあって、その軸をに持ち手がついてるっていうのがありまして、うちの実家にはヤゲンっていうのがあったんですけど、なんて言ったらいいんだろう。とりあえずあの一輪車を持ってる感じにすればいいです。そうです、一輪車の軸を持つ感じね。一輪車のタイヤのとこだけの軸を持つって思ってください。タイヤの軸？軸、サドルのところってこと？いや、タイヤ、タイヤの軸ってどこ？まあ、場所としてはサドル、サドルじゃなくてペダルのところ。ペダル、はいはい、タイヤの中心から横になんかベロって出てるってこと、ね、それがタイヤの軸で、はい、で、タイヤがくっついていて、そのタイヤは自由にくるくる回りますが、はい、まずどうするかっていう と、その、持つためのタイヤを置き台に置いて、手で勢いをつけてぐるぐる回します。タイヤを、まずタイヤを、そうすると、軸にはね、ベアリングが入ってるんでくるくる回ったままになるんですけど、それを両手で持って、椅子に座るって、椅子に座った後、そのタイヤをですね、なんていうかな、目の前で右に傾けたり左に傾けたりするっていうのをやります。そうするとなぜだかその椅子の上で自分がくるくる回るっていう。なぜ？だってタイヤは自分の手で持ってるわけでしょ。はい、そうです。っていうのを体験しましょうっていうのがあちこちの科学館にあります。浜銀子ども科学館にもありました。人気はなくて、誰も並んでませんでした。やってきた？やりました。本当にぐるぐる回った？まあ、ぐるんぐる回らないんですけど、あの、じわじわじわってこう90度ぐらい回る感じ、で反対側に力をかけると反対側にグググって回るんですけど、っていうのが
ジャイロ効果っていう風に説明がしてあって、はい、これね説明が難しいというか簡単というかですね、うん、あの、回転しているもの、要は目の前で回転しているタイヤは、うん、まあ、どっち向きでもいいんですけど、はい、今自分がタイヤをこう正面に持ってるとすると、うん、上の方で前、うん、手前から向こう、下の方で向こうから手前に回ってるって、こうぐるぐるって右側から見ると時計回りに回ってるってやつを、左右に傾けるっていう風にやると、うん、タイヤの周りの質量が、うん、本当だったらぐるぐる回っていたいのに、自分が行きたい方向じゃない方向に、ずらされるっていう風になるわけですね、うん、ちょっと話を変えると、くるくる回る椅子の上で、物を持ちます。それはあのボーリングの球とかを持ってください。くるくる回る椅子の上に座って手にボールも、ボールというか重い球を持ちます、はい、ボーリングの球を持ちました。はい、で重いです、大変だけど少し手を伸ばしていただいて前の方に。マジで、で私9号ぐらいなんだよな。それを左にグッてやると自分の体が右に曲がるというか、うん、右に回りますよね多分ね、うんうん、左にグッて、左右反作用の、そうそう左右反作用で、あ、ボールを持ってる手を左に回します。ぐわっとその体をひねるような形でやると、あ、うんうんうん、なんとなく右に。ボールも動くけど自分の体が右に回りますよね。うん、うんうんうん。それと同じようなことが、タイヤの周りの質量が本当は、そのまま回っていたのに、タイヤをぐるって傾けることで、さっきの重いボーリングの球を右とか左にずらしたのと同じように、うん、俺はそっちに行きたくないんだっていうのが手に伝わって体がぐるって回るようになったりします。へえ。でこれは、そうだから、あのグオンと勢いつけてやんなくてもなんでしょ。じわじわじわってやっても、ただあの、椅子の回転がねどれだけ渋いかにもよるんですけど、うん、基本的にはあのゆっくりでも回ります。あのあれね、なんだっけ、摩擦、そうそう摩擦に勝つかどうか、確か、大阪市科学館にもありましたし、名古屋にも似たようなやつあったんじゃないかな。はい。でジャイアンみたいな感じだよね。ジャイロ効果ね。でボエーって感じで、コマあるじゃないですか、回っているコマね。はいはい。これはタイヤではないですけど、はいはいはい、 お正月でもあの、いつの季節で回していいんですけど、それって今のタイヤみたいなやつが立ってるわけですよね。まずは、うん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 、そうするとある方向に傾ける力が働くと、要は、少し斜めになったら、コマが回ってなければ倒れちゃいますよね、コトンって、うん、でもコマはぐるぐる回っていると、うん、その、コマの周りの質量がぐるぐる回っているおかげで、うん、傾く方向と90度の方向に、動くように力が働くんで、はい、斜めになると、コトンって倒れずにぐる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 ってなんていうの、味噌すり運動って言うんですけど、味噌スープ運動、味噌すり赤すり、あのすりこぎで、すり鉢の中で味噌をするっていう、なんで味噌をするの、全然例えてもわからないんですが味噌すり運動って言うんですよね。うーん、あ、なんで味噌するかっていうのは、昔の味噌は大豆が細かくなかったんで、大豆を細かくするのにあの使う前に味噌すったんですよ。それはいいんですけど、あ、だから味噌こしってやつに大豆が残るんですよ、あの昔の味噌はね。ラーメンの水切りみたいなやつでしょ。まあまあざるみたいなやつね。そうそう。でそんなのもあって、残るけどそれを潰すの本当はその前に。そうするとあの、うん、大豆をたくさんこう、つぶつぶじゃなくて摂取できるんですけど、うん、でそれ味噌汁運動って言うんですけど、コマが回っている時に倒れないのはこのジャイロ効果だなんですよ、うん、でこれを体感できるのがこの椅子に座って、ぐるぐるって回すやつで、頭の中で、コマが、回っている時に倒れない気持ちと、このタイヤをこう重ねて考えるとちょっとね感じがつかめます。へえ、はい、あとは自転車が倒れにくいのもジャイロ効果ですね。ああ、スピードが出てた方が倒れないってやつ。はい、タイヤが回ってる方がね。そうそうそう、はい、そんな感じで、
はい、はい、これをこう言葉だけで説明するのは大変だなと実感しつつはい、なんじゃえろ、はい、ということで次のメールに行きたいと思います、はい、お願いします、はい、では次のメールです。山口ら2号さんからいただきました。黄砂が襲来中です。何かと迷惑がられる黄砂ですが、土壌改善に寄与しているという話も聞きます。ただ現実としては微細な粉塵なので、1年で10ミクロン堆積しても1000年で1センチの堆積量で雨風で流れてもしまいます。本当に土壌改善効果があるのでしょうか。もし効果があるとすれば、日本の土壌にはない微量元素をもたらしているのかもしれませんが、その場合はどんな元素をもたらしているのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、そうなの、黄砂ってそんな黄砂は、襲来はそれなりにしてますが、うん、どうなんかね、車がね汚いね、あの花粉なのか黄砂のか、そう、まあ、ありますね、車のボディは、まあ、あれだけど、なんだっけ、フロントガラスがすごい汚いのね、はい、で、ちょっとだけ調べたんですが、はい、土壌改良とかはそんなにないと思います。じゃあそこまでないとは言わないけど、ほぼないってことね。あとは飛来途中で大気汚染物質を取り込んでるとか とくっついてくるとかもあるんで、日本にない化学物質はやってくる可能性はあるんですけど、そんなに土壌改良が進むほどのものはないんじゃないかと思います。なるほど。一方で、すごいたくさんの量が飛ぶので、海の上に、なんていうの、砂が飛んでくるんで、海の中に足りないミネラル分の補給の、源泉にはなっているかもしれません。うん、何が言ったかというと、海はもう日本では土はあるわけじゃないですか。うん、泥とか土はあって、それに、大陸から飛んでくる砂が追加されて土壌改良が進んだっていうほど変化はないんですが、普段、土とか砂がない、海の上に、砂が落ちるというのはミネラル分の供給にはなっているかもしれません。まあ、やっぱり何かが飛んでくるわけだから、何かはプラスされてるけど、はい、土のところにはもうほとんど、誤差範囲ってことね。そうですね。海だったらもともとないところにそれがプラスされるから、まあなんかプラスかもしれないけどってぐらいで、海だと変化があると思います。ただ、4ミクロンぐらいだとそうなんですよ、日本まで飛んでくるやつは、その粒の大きさね。そう、大きいやつは手前で落ちちゃうんで。ああ、そっか、そりゃね。そうなので、砂というよりは定義的に言うと粘土の大きさね。なので、砂よりも小さい粘土の大きさの粒が、あまりないところに積もると、物質というよりは粒の大きさで、変わり物が来るっていうのはあるかもしれませんが、まあ、そんなに、変わらないんじゃないかなと思います。はい。で、結構北京とかの本土ではさっきも言った通り、もう少し大きい粒とかが飛んで、なおかつ、落ちてくるんで、すごい大変らしいですやっぱ飛んできてる、その飛ばしてる場所っていうのは、はい、どんどん、痩せるっていうか減ってるわけ、そっちは。まあ、減ってるんじゃないですかね。何百万トンって飛んできてるらしいよ。だから何百万トンがどんどんなくなってるわけだよね、そこは。まあそうですね、供給源を、はい、砂漠自体がめちゃくちゃでかいから、そのうちでもなくなるのかな。そんななくならないんじゃないですかねずっと飛んでくる感じさっきもあった通り、メールをそのまま読むと、1年間で10ミクロン堆積するっていう話なんで、多分、中国本土のとかその内陸のところでは、年間何ミクロンか、土地が痩せてるというか減ってるんじゃないかと思います。はい、はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。はい、次のメールに行きましょう。はい、イルカさんからいただきました。絶対零度でもヘリウムなどの物質は固体にならないと聞きました。原子が動かなくなるのになぜ固体にならないのでしょうか、教えてください、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ヘリウム液体何になるの？液体のまま？ヘリウムは液体ヘリウムになります。あ、液体、少なくとも液体にはなるのね。はい。おう。なんですが、液体ってことはチャプチャプするってこと？チャプチャプしています。うん、あ、チャプチャプ、じゃあ動いてるってこと？まあまあ流れる感じね。うん。はい。基本的にはあの原子または分子の、状態で、うん、ざっくりと、言うと気体っていうのは、分子が個別でビュンビュン飛んでる状態、はい、液体はまとまっているけれども、流れる、つまり、ぎっちり固まってない状態で、固体っていうのは隣同士の、分子が、結びつき合って、容易には形が変わらないっていう状態、ただ、うん、その間のね、すごく粘性の高い液体になってるようなものだったり、固体まではいかないけど、うん、ほとんど動かないってことね。そうそう、よくガラスがあの、はい、そんなことを言われていたりします、はいはい、あとですね、量子のように振る舞うっていう、性質があるっていう状態もあるようで、うん、これがね、液体ヘリウムにあったりするんですけど、ちょっとそれは置いておいて、はい、なんで固体や液体や気体になるかっていうと、そもそも分子と、分子、原子と原子は、くっつきたがるっていう仕組みがありますと、はい、だから、エネルギーがなければくっついちゃう、でくっついたまま離れない、それが固体、はい、なんですが、気ガスっていう、なんだっけ、周期表でいくと一番右にあるやつは、くっつくっていう何気持ちが少ないんですよね。なんだっけイオンの、ぐるぐる回ってるところの隙間がないのね。電子が、あ、電子かちょうどになっていて、そう、お隣さんとあまり関わりたくないっていう、僕は僕だけでやっていきますっていうタイプで。なるほど。一狼的な感じですね。かっこいいね、そういうと気ガスの気ガスの気持ちは一匹狼、はい、な気がする。で、多くのというか、気体では分子で存在しているのが多いんですけど、ヘリウムとかね、気ガスは原子なだけ、つまり、本当に一匹狼で、になっていて、他のものと結びつきにくいというのがとても特徴としてあります。なので、温度をどん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 下げていっても気体から、液体ぐらいまではなるんだけど0度にしても、固体になりにくいです。ただ絶対固体にならないかっていうとそんなことはなくて、気圧が20気圧ぐらいまで上がると固体になります、ヘリウムも。はい、要は平たく言うと原子とか分子の間のくっつきたいっていう、力がヘリウムは最も低いんで、1気圧のところで絶対0度にしても、別に隣の人とくっつく言われはないしというのでくっつかない。あ、そっか、1気圧っていう条件がつくから液体ヘリウムだけど、またそれに絶対0度っていう温度以外の条件が加われば固体にはなるとなります。ほう。なので、絶対に固体にならないわけではないですけれども、条件が、厳しくて圧力を高くして絶対0度に近づけないと、固体になりません。その理由は、お隣の分子とか原子とくっつきたいという力がとても弱いから。なので、はい、水素は、ヘリウムよりも、軽い原子ですが、お隣さんとくっつきたいという力はヘリウムにもあるんで、その辺にある水素は、H2 で存在してるわけね。なんか一人じゃ寂しいわけ、二、人なんですわけ。野球っぽいね。なので、隣とくっつく力が少ない傾向はあるんだけれども、液体や固体なのはヘリウムよりも高い温度で、液体とか固体になります、はい、なので絶対零度なので原子自体はピタッと止まってるんだけど別に他とは近くないから固体じゃないっていう話ですよね。そう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 、隣と少し自発的な運動はしてないわけか。そうです、ね、ただ固体っていうほどみっちり詰まってないってことね。そう、隣とくっつきたいっていうところまでいかない、はい、うん、とりあえず離れとけと、
僕友達と別に付き合わなくていいんでっていう感じ。そう、吉安さん一匹狼。私は、まあ、冷めてるっていうのありますけど、まあいいじゃないですか。私寝てる寝てる。はい、ということで、寝てる、はい、香織さんは置いておいて次のメールに行きたいと思います。おい、はい、ひこねこぽんさんからいただきました。はい、大阪特典に行ってきました。じゃがいもの目に毒があるのは知っていましたが、インゲン豆やコーヒーにも毒があるというのは初めて知りました。コブラを飲み込むラーテルには見入ってしまいました。攻撃と防御のために毒を手に入れた生き物の仕組みがよく分かりました。面白いです。ならば人間に毒はあるのでしょうか。攻撃と防御というところで、はて人間はと考えましたが、よく分かりませんといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、毒がある人っていう言い方はしますけど、いるよね。毒吐くよね。毒は吐くんですけど、まあ、物理的なものではないんで、うん、そうで、まさに攻撃と防御のために毒を使う、要は化学物質として攻撃や防御をするっていうのがあって、特にね、植物は多くの場合食べられちゃうのを防ぐっていうのが、あの、とっても重要な課題なので、防御のために毒を持つっていうのがありますと。動物でも、他の動物に食べられたくないとかっていう防御のために毒を持つものっていうのがいるかもしれませんし、まあ、いるんですけど、あとは、他の、動物の攻撃、弱らせるとかね、しびれさせるとかで毒を持つものもいたりします。で、人間はというか、ほとんどの哺乳類は、そういった防御のため攻撃のための毒はないです。つまり、化学物質で攻撃するとか化学物質で防御するっていうのは使ってなくて生きていけるからです。お、強いから。そもそも哺乳類、じゃあ、魚類とか両生類、あと何、爬虫類、あとなんだ、まあ、そういう中で哺乳類っていうのは、まあ、上位って言い方が正しいかどうかは分からないけど、集団としては強いわけね。強いっていう言い方をすると変ですが、他の、方法で生き延びてこられたっていう感じで、例えば、草食動物、哺乳類の中のね、は攻撃力がなくても大丈夫。うん、相手は草食、そして草だからね。で、防御のために毒を持つっていうのは、鳥とかでは、鳥とかカエルとかね、魚では、毒の草を食べて、毒を持ってしまったものとかいるんですけど、哺乳類では、たまたまかもしれませんけど、その、自分が毒を持つことで他のものから食べられないっていう防御方法を手に入れたものは多分いないと思います。それは、あの、進化の過程をもう一度復習すると、自分で毒を持とう毒を持とうって、気持ちで思ったから毒ができるわけじゃなくて、たまたま毒を持ったものがよく生き延びたかどうかっていう話なんで、哺乳類とかではそういったものを、使っているものは、いません。それで効果があったとかっていうのもないだろうし、はい、機会がなかったのかもしれません。はい、なので、毒はね、各動物や植物が自分で持ちたいって思ったんではなくて、その方法論がたまたまよく生き延びられたからなので、人間ももしかしたら、ある方法で毒を持って防御のために役に立ったかもしれませんが、少なくとも今の、ここ何百万年の、霊長類というか猿から人間にかけてのものは毒を持っているから他の動物に、やっつけられない、食べられないっていう方法での防御はしてないはずです。なるほどね。じゃああんまり毒持ってても意味ないと。あ、それがだから防御に つながるかどうかっていう話で、だから毒吐かないでってこと。コミュニケーション上の毒は毒で、はい、多分攻撃に使うのが多いと思います。はい、あ、そうか、あ、そうか、そうね、そうね、防御のコミュニケーションの毒ってなんもあんまりないね。攻撃だね。そうなので、ヘビに毒が多いっていうのは、あの、獲物を捕まえた時に手で押さえてられないんで、ほう、確かに。なので一遍噛んだ後動きを止めたいわけですよね。で、暴れるなと、毒がある方が、多分効率がいいんじゃないかと思います。他のね、例えばライオンみたいなものは、獲物を捕まえるときにはやっぱり
ガブって噛むのもあるけど、爪で引っかいたり、うん、倒したりするっていうのをやって、押さえ込んだり、引っかいたり、噛んだりするっていうのを繰り返すわけじゃないですか。で、うん、手で押さえ込んでというか、四つ足で押さえ込んだ後、また噛み直すとかってするでしょ、うん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 、っていうのに対して、ヘビは一回噛んだ後、もう噛むしかないからね。うん、もちろん、巻きついて、飲み込んだらもう、勝ったも同然なんじゃないですか。なんですけど、あとは巻きついて締め付けるとかあるんですけど、うん、そういったもので、毒と相性がいい動物だったんじゃないかと思います。ほう。ほう。はい。ということで、毒吐かれるとつらいね。そうですね。皆さん、平和に暮らしましょう。はい。はい、ということで、メールありがとうございました。ありがとうございました。はい。では次のメールです。マークさんからいただきました。コンクリートはモルタルより丈夫と思うのですが、なぜなのか疑問に思いました。コンクリートはモルタルに石が入ったものだと理解しています。ものの強さは一番弱い部分で決まるものとすると、混ぜた石が強くても、それをつないでいるモルタル以上の強度は出ないと思うのですが、なぜ強くなるのでしょうか。不思議に思いました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっと調べまして、おう、まず、うん、セメントっていうものと、うん、モルタルっていうのとコンクリートっていうのがあります、はい、セメントとモルタルとコンクリね、はい、で、うん、セメントは、まあ、接着剤で、なんていうの、セメント工場で使われる石灰石とか、が多い、土を焼いて作るんですけど、うん、水と反応して固まるっていう性質があります、うん、で固まるときに、まあ、接着するというかっていうので、要はセメントっていうやつだけでも水と混ぜて放っておくと、固まりになります。はい、もうこれはそういう性質のものなわけね。まあそうですね、セメントに水を加えるとうん、ちょっと熱くなるんですけど、ですごいアルカリ性になるんで、セメントの、ドロドロのやつは触っちゃダメなのよ。へえ。なんか確かに接着剤にもセメダインみたいな名前の接着剤。もともと、まあ、セメントはね、くっつけるものっていう接着剤っていう意味があるんですけど、普通にセメントっていうと、この石灰石を焼いたようなやつですね。そうですね。はい。へえ、セメダイン、セメント。ほう、はい。で、モルタルっていうのは砂とセメントを混ぜて、うん、まあ水も入れるんですけど、作るというのがモルタルね、うん、でコンクリートはセメントに砂と水と砂利を混ぜます。砂と水と砂利、はい、だからモルタルとコンクリートの違いは砂利が、入ってるか入ってないかです。うん、まあそれがいわゆる石が入ってるってことだね。そうですね、メールでは石と書いてありますけど、うんうん、まあ、細かな石、砂利で、砂利のこちモルタル、要は砂と水と、セメントだけでも、うん、固く作ろうと思えば固く作れるようです。うん、うん、なんだっけな、グラウドモルタルって言って、ほう、ある程度固いモルタルも作れるようです。ただ、モルタルは普通ですね、乾くときというか固まるときに縮む量が多いんで、ひび割れがしやすいとか、っていうので構造材になかなか使われないんですけど、うん、縮まないような、ものを一緒に入れることで、無収縮モルタルっていうのを作ることができて、こちらは一応、うん、建築にも使える強度があるっていうのがあって、モルタルが劇的に弱いわけではありません。それはコンクリートと、ね、混ぜる砂によって違うってこと？でモルタルはね、外装とかに使われることが多くて、砂が、サラサラで、トゲトゲじゃないやつが使われることが多くて、それも強度の低さにつながっているようです、一般的にね。ギザギザの方が、まあ、引っかかりやすいってことかな。そうで、構造材にはコンクリートが使われていて、モルタルが使われないのの一番大きい理由は、まあ、もちろんね、モルタルで強度をある程度出せるって話はしたんですけど、コンクリートの方が安いです、うん、それはかさ増ししてるんで、あ、そうだよね、はい、だっていうことなのね、はい、砂利が安いってこと。
そうです、砂利は安いです。で、同じくらいの強度が出るので、うん、要は砂利とか石を混ぜると、石とか砂利はそもそも石の硬さがあるわけですから、うん、あ、そうか、石、これはじゃあ、正直石、砂利が固まってるんじゃなくて、砂利を一緒に固めてるってこと。砂利をセメントで固めます、うん、でセメントで固めてるから、強いものが入ってるから、その量にもよるだろうけど、じゃあ砂利が入ってない部分の強度だけを見てみれば、モルタルと同じってことね。そう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 、同じ素材を使って作れば、水の量とかを工夫すると硬いモルタルを作ることもできるんですが、うん、ただすげえ高いんです、うんうん、それもの自体をたっぷり素材を使わなきゃいけないからね、はい、でセメントが一番高くて砂利が安いんで、構造材では、うん、強度が一番高くなるように配合した、セメントと水の配合を使って、コンクリートを作ります。一方でモルタルは、うん、高いので外装に使ったりとか、その見栄えがいいところに使うっていうので、うん、強度よりも見栄え重視で使っているので、見栄え重視で混ぜているモルタルは、コンクリートよりも弱いんですが、砂の種類、お金さえかければ砂の種類を、考えたりすると構造材にも使えるぐらいの強度はあるんですが、ただ、セメントが多いんで、硬くなるときに縮んじゃいます。なのでそのままでは使われなくて、無収縮にするためのものを入れると構造材も使えるんですけど、高いので、パートパートでしか使われないっていう状況のようです。あ、うん、そっかそっかそっか、値段的なものと収縮するっていう2つのあれがあるわけね。大きいモルタル作るとひびが割れちゃうんですね、うんうんうん、はい、なので、まあ、ひびが割れると強度が下がると、あ、そうそうそう、ひびが入るとまさに強度が下がるんで、固まった時にすでにひびがあるっていう状態はとても弱いので、あと、コンクリートは一般的に、押し付ける方向の圧縮の方向にはとても強いんですけど、引っ張り力に弱いんですよ、うん、なのでコンクリートを棒にして、バキッて割ろうと思うと結構割れる、あの引っ張り力がないから、うん、でどうするかっていうと、鉄筋っていうのと組み合わせで、鉄筋は、まあ、針金なので、針金押す力には弱いんですけど、引っ張る力に強くて、うん、あ、な、だからよくなんか針金の芯があるところにコンクリート流し入れてるの。そうなので、コンクリートで施工するときにはほぼ鉄筋を入れた上にコンクリートを入れる、または、うんうん、針金みたいなベースとともに入れるっていうのをやって、引っ張り力と押す方向の、バランスを取るのと、実は、鉄筋コンクリートにはすごい知恵がありまして、知恵というか知恵メリットがあって、鉄筋とコンクリートは熱収縮率が近いので、暖、うん、かくなったり寒くなったりしてもひびが割りにくいです、うん、それ違うとね、割れちゃうんですけど、もう一つは、コンクリートとかセメントが強アルカリ性なので、鉄筋とくっついてるとそこから錆びません。へー、酸化しにくい。そうで、錆びると鉄は、膨張するので、鉄筋とコンクリートの隙間に水が入ったりして鉄が錆び始めると、鉄が、太るわけです、あの錆びて、うんうん、そうするとあの引っ張り力に弱い、コンクリートは中から膨らまれると割れちゃうのね、うん、っていうのがあるので、鉄筋コンクリートは、強くて安くて使いやすい、形も変えられるので、うん、現場で形が変えられる構造物すごい便利でしょ。まあそうよね、皆さんご存知の通り、日本家屋はどっかで木を切って木を加工してから組み立てるわけじゃないですか、うん、なんだけどセメントというかコンクリートは現場で型作って折り合っていればどんな形にもなるよね、その場で、うん、昔の、 あの建物の基礎って石だったじゃないですか。石でした。でその上、その岩の、まあ、ある程度ちょっと岩もきれいにはするだろうけど、岩の凸凹に沿って柱の底を作るじゃないですか。そうですね。で、まあ、あのしっかりとした強度にしてたけど、今はコンクリートでならしちゃうものね、その土台を。そうで、そこの隙間だけに入れるんだったら、さっき言った、うん、縮まないモルタルが最適なわけですよ。現場で形が変わって硬くて圧縮に強くて、ちょっとだけ使うんだったら高くても大丈夫っていうので、はい、みたいなことがされているので、セメントじゃないや、モルタルも固く作れますが、
コストでコンクリートのように砂利をたくさん入れるということになっています。はい、はい、お金があれば解決うんというかお金があっても、コンクリートの方が、であれば他のものにお金がかけられますからね。でもお金が有り余ってればいいんじゃない。そしたらあの全部あの、石を削って作っていただければ総大理石でそれがいい。ギリシャのあれじゃないけど、それがいい。そう、そういうのもできます。お金が有り余ってるならね。えどっかの三宅みたいな感じでね、はい、ということで、メールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。アマリサさんからいただきました。基本的に農家は苗を農協などから購入しますが、コシヒカリなどの国産米は F1 品種を使っているのでしょうか。また一般的に一世代限りの F1 品種の種を大量生産する場合はどのように交配させて種を作るのでしょうかといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 F1 品種って何。ですね、皆さんが早い感じ。F1 は、はい、フォーミュラー1なんだっけな。フォーミュラー1じゃなくて F1 は何の略かはちょっとだけ調べたんですけど、雑種交配1代目じゃなくて何て言うんだっけな、そういうもの の, あの雑種第1代かなっていうものの略なんですけど、うん、お店でねトマトの種とか売ってたりするじゃないですか、うん、トマト苗とかもそうなんですけど、ああいうのは例えば何桃太郎じゃないけどそういった、種類の名前がついて売ってたりしますよね、うん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 、ただトマトだけじゃなくて、うん、で種苗メーカー種や苗を作る会社は、特定の種類の、安定した種類のものを掛け合わせて、うん、例えば病害虫に強いってやつと、甘いっていう種類を掛け合わせて、その種を売るっていうのをやってます、うん、で、ある組み合わせだととてもいい子供ができるっていうのがあって、これを F1 って言います、うん、なので種苗メーカーは、自分のとこで育てた、A っていう、ある品種安定した品種と B っていうある安定した品種を、うん、ずっと育てていて、それのどっちかのおしべにどっちかのめしべをくっつけたってつけ作った種を売るっていうのをやっていて、これ F1 って言います、うん、結局純血じゃないわけね。雑種1代目ってこと、ね、そうです、雑種1代目ってことです。うん、だから純系の2種を交配させて作ったっていうのが1代目の雑種で、これ F1 って言います、うんうん、でそれをわざわざ雑種1代目を売るためにその純血を別々に育ててるわけね。純系をずっと育てていて、うんうん、で交配商品にする直前で混ぜるわけだ。そうです、だから、血液型がの仕組みが分かる方にお話をすると、はい、必ず AB 型の、子供が欲しいってなったとすると、親は AA と BB を持っている親からしか AB が、うんうんうん、がの子供は必ず AB になる、うん、そうね。でも、その辺の A 型の人とその辺の B 型の人が、から生まれた子供は、全部の血液型が生まれる可能性があるね。そうそう、そういうのがありまして、うん、AO×BO だとねとかっていうのがあって、その純系種っていうのを作って持っていて、そこからできた1代目を種にして売るんで、皆さんのところでこう植えて、それなりに、美味しいものだったり、害病害虫に強かったりとかっていうのをができますよっていう特徴を持ったものが売れるっていうふうになっています。はい。で、私が小さい頃自分の家でお米を作っていました。はあ。でお米は、もちろん刈り取った後食べるんですけど、うん、種もみっていうのを取っておいて、うん、それを、また次の年植えると同じようなお米ができるわけね。うん、そこまではいい。はい。でもさっき言った F1 っていう雑種1代目っていうのの成績がいい時には、うん、その、1代目のものからできた、孫は、1代目の特徴を、そのまま受け継がないこともあるわけ。さっきの話で言うと AB 型の人たちが結婚すると、うん、A 型になって B 型になってそういうことがあるわけじゃないですか、うん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 、そうすると AB 型が良かったのにっていうのが
違うものができちゃうっていうのがあって、うん、昔のお米はその、新しいものができた後それを何代もまた、交配を重ねて純系、うん、要は安定して、種もみも同じようになるっていう風に育てていって新たな C を作ったってことね。あ、そうか、 A プラス B が安定する状態で、うん、特徴が安定するように何世代かやって同じ種もみで作っても うん、そこそこ安定するっていうのを、使っていた時期があります。はい、まあ、普通の農作物そのなんだろうはそれなの。あ、でも今違うのか。で、要はこの、種苗メーカーっていうのが出る前は、うん、皆さん純系っていうのでやってきたわけですよ、うん、だって、うんうんうん、自分のところで種取ってまた植えるしかないんだから、うんうん、そうすると、どっかで美味しいあのアクの弱いナッパができましたっていうのがあって、うん、それを育てていって安定してくると小松菜になったりするわけね、うん、っていうのがあったのが種苗メーカーが純系をいくつか育ててこれとこれを掛け合わせたやつがとてもいいって言って、なんとかっていう名前をつけて、うん、小松菜ってさ、種類だけど種で売ってるやつは、うん、その中でもなんとか1号ってついてたりホニャララっていう別の名前がついてる。トマトっていうのに対して、うん、桃太郎だったりホニャララトマトっていうのがついてるように、うん、F1 っていうのが安定して、うんうん、できるので、それでこう作っていくっていうのもあるんだけど、ものによっては、うん、種を取ってそのまま植えてもそこそこ安定してるっていうものもあって、それは、種苗メーカーが出る前みんなそうやってやってたわけですよね、うん、でお米も実は、最近はその F1 を、種もみとして買ってまくのが多くなっているようです、うんうん、一つはですね、お米もブランド化していまして、うんうん、どこどこの何々っていう何、ブランドを名乗るにはうん、JA、農協が、この種を使って作ったやつじゃないと、うん、このブランドを名乗っちゃいけませんっていう風に言ってるところが結構あるんです、うん、一方で、ブランドの名前にこだわらなければ種もみを取って植えても、うん、そこそこに育ちます。で、物によってなんですけど、お米はだいたい種もみから、大きくなるんですけど、野菜とかだと自分から取ったやつだと、何割かは大きく育たない、つまり、弱いっていう特徴が出てしまうっていうのが出ることもあるので、野菜系は F1 を使うことが、とても多いし、ほとんどそうなんですけど、お米はね、長年作ってきたのもあって種もみをそのまま植えるっていうのがあったんですけども、最近は、ブランド米で出すんだったら、そのブランド米の種子を買って育ててくださいっていうふうにだんだんなっていたりして、なので、そうしないとじわじわと変わっていっちゃったりとか、あとは、雑種の2代目3代目っていうのができて、ブランドの美味しさが保てないっていうのがあるというので、そういったこともあるようです。なのでメールにあった通り、大量生産をするのはどうするんですかっていう話は、純系種を、丁寧に育ててそれの、F1 っていうのを作って売っています。農家は苗を農業などから購入しますが、コシヒカリの国産米は F1 品種を使っているんでしょうかっていう中で、戦前までは、ブランドを作るっていうのは掛け合わせて安定してから、出して広まっていって、種もみから、できたものも同じ品種として出していましたけれども、ここのところ、F1 つまり、種苗メーカー種メーカーで作った安定した、ものを使って育てるようにっていうのがブランド米の使われているものになっています、うん、はい、ということでご理解いただけましたでしょうか。はい、そう、これをもって種苗法とかっていうね、法律とかもいろいろあったりして、種苗法、そうなんですよ、植物のとか農作物のブランドを守るっていうのがありまして、勝手に持ってちゃダメよっていうのもある一方で、農家が自分のところで種を取ったやつを植えるとそれはブランドの名前を名乗っちゃいけませんよっていうのがあったりするとかっていうのがあったりします。ああ、なるほど、 F1 縛りしてるわけね。うん、だからそれはなんていうかな、ブランド守るには大事なことでもあるんだけど、一方で、苗とか種が高いと搾取されちゃうわけですよね。そのまま種まいても出るはずなんだけど、うんうん、っていうのも、もしその
F1 がある程度安定してれば、その次の世代も同じようになるかもしれないものね。あ、そう。だから純系としてうまく育てて、うん、美味しくて強いものっていうのを作れるといいんですけど、うん、なかなかそれは難しいっていうのがありまして。なるほど。はい。さっきの AB 型みたいにね。うん、AB 型の、が、できる組み合わせっていうのは分かっているから、AA と BB の人を集めてくればいいけど、 AB 型の人だけ集めてきて AB 型を作るのはなかなか大変で、近いことが起こっている。確かに。でも O 型は生まれないか。そうだから特徴によっては安定しやすかったり、ある特徴は安定しにくかったりするっていうのがあるので、その辺も含めて種苗メーカーはたくさん純系を育てたりして、どれとどれを組み合わせるっていうのを頑張っていて、もしかしたら A と B を組み合わせた子供に C を組み合わせるっていうのを F1 として売ってるかもしれません。なるほど。はい、はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。サボ大工さんからいただきました。自分は仕事柄石膏ボードを運んだりする機会があるのですが、運んで重ねる際、一瞬空気の層ができて微調整ができます。すぐ重みで動かなくなりますが、きちんと揃える際にはとても重要な瞬間なのです。もしかしたら流体力学的な名称でもあるのかなと疑問に思いメールしてみました。似たような現象としては、下敷きやトランプなどを落とした際に思いもかけずよく滑っていくような時があると思います。床などに平行に落とすようにするとこのようになるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、すごいね、すごいね。これなんとなくイメージはわかるんだけど、うん、石膏ボード自体なんだっけ、 12.5 ミリの厚さで910×1820ミリかな、多分大きさとしてはね。そう、畳1畳分で、厚さが、2分の1インチですかね。分かんない。それなりの重さあるものね。これをだから、水平にっていうのかな、パタンって重ねるんです、ね、その時にいきなりパンと重なるんじゃなくて、ほんの一瞬で、ほんのちょっとなんだろうけど、うん、空気が圧縮されて浮くのかね。いえ、圧縮はされてません。じゃあなんで浮くの。あ、基本的には平らなものを重ねると、そこから、うん、隙間から空気が出てくるんですけど、うん、薄くなってくると空気が、外に出るまで時間がかかるんですよね。ウィ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 って、出口が少ないんで、早く行け、早く行け、うん、そう、圧縮はされてないの。あんまり多少は圧縮されてるんですけど、だから外に出ていくんですけど、圧縮されてるから浮くわけではないです。空気の層が、隙間から空気が抜けていくっていうのが、ある程度時間がかかるっていうだけで、多分ね、いくつか調べたんですけど、流体力学的な名称はなさそうです。あら、そう。じゃあ新たな名前をつけるのはどう。どうぞ。サボ現象。ちょっとなんかサボってる感じだね。これはサボ大工さんのサボは、ポッドキャスト番組サボテン妻のちょっと耳貸してのサボなんで、なかなか面倒くさいことになるんで、はい、じゃあちょっと耳貸してだから、ちょい耳現象だから、そっちにすると元々の意味がなくなってしまうのでまあなので、トランプとかね、下敷きでもパタって倒した時に空気がバタフワ現象、あ、そういう感じですよ、ねえ、うん、なので、空気が最後の最後出ていくときに出口が少ない割に、なんていうの、空気が、出ていく時の抵抗がある程度あるので、少しずつしか最後出ていかないっていうことですね。なので空気の層が最後まで粘るという感じです。空気粘り現象、うん、ちょっとね、粘るっていうと粘性っぽいんですけど、粘性とか言うとちょっとまた語弊がありそうなので、パタフワとかの方がいいんじゃないかと思うね。じゃあパタフワ現象、はい、ということで、そんな感じです。英語名も考えといて、後で考えます。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。次のメールお願いします。では次のメールです。しとしと小さしとしとちっちゃんからいただきました。いわゆる輪ゴムが劣化してちぎれやすくなるのを防ぐ方法はありませんか。
引き出しにしまっておいた未使用のものの食べ引き出しにしまっておいた未使用のもの束ねるのに使っているものどちらもいつの間にかカチカチに固くなりひび割れて切れたり溶けて他のものにくっついて取れなくなったりします。良い方法があれば知りたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。冷蔵庫に入れるって言いますよね。まあ温度を下げるね。そうだから私冷蔵庫に入れてやる。ですね、まずソリューションの方の先に言っていいですか。はい。天然ゴム製ではなくて合成素材の、シリコーン的なやつとかあとは、ポリウレタン製 TPU という素材の、ゴム輪ゴム売っています。うん、なので、そちらは劣化がなかなかしません。輪ゴムよりも伸び方は好きなんです。少ないんですけど、はい、あなるほど。じゃあそもそもが劣化しづらいものを使うっていうのが一つの逃げですね。ね、ちょっと調べたら紙ゴムで昔のやつって髪の毛のゴムね、髪の毛をまとめる輪っかのゴムあるじゃないですか、あれの、昔のやつは、ゴムだと絡まっちゃうんで周りを布のやつでくるんであるやつが多かったと思うんですけど、絡まない紙ゴムって言って、ゴムっぽいんだけど絡まないやつが売ってるらしいんですよ。ポリウレタン系の。売ってる。これね、そうこれね、なんで絡まないんだろうと思ってたの。素材が違う。なんでゴムは絡むの？素材が違うのはそれは見てね、使ってわかるんだけど、なんで素材が違うと絡まないの？あ、それはね、表面のなんていうかな、摩擦というか、髪の毛との絡まり具合が違うんで、どっちかっていうとツルツルなんですよ。うん、そうね。はい。で、そっちを使うっていうのが一つアイデアとしてあるので、ちょっと使ってみてください。ただ、割高なので、普通の輪ゴムを劣化しないようにするにはどうするかの話をします。はいはい。あ、はい、やっとなんか戻ってきた感じだね。はい。はい、で、天然ゴムに、硫黄を混ぜて硫化っていうらしいんですけど、あ、下硫か。硫化はちょっと違うな。下硫って言って、硫黄を混ぜるんですけど、そうすると、よく伸びるゴムになりますが、それに、いろんな、薬剤とかも入れていて、で、それが輪ゴムとしてできているんですけど、なんていうかな、劣化をしてしまうのはいくつかこの原因があって、外的要因はよくあるのは、まあ、温度、あと紫外線、酸素みたいなものと結びついて、ゴムの中の薬剤とかその柔らかくしているものが、やられてしまって硬くなるっていうやつ。そうすると、なるべく密閉したところ温度が低いところ、水や溶剤や、油とくっつけないことみたいなものが長持ちさせるコツです。はい。なので、さっきの密封して、冷蔵庫とかに入れておくとある程度、長く持ちます、うん、はい。っていうのと、なんていうの、もう一つは自分でと言ったら変ですけど、中の化学反応で勝手に白くなっちゃうとかもあるんですよね。たとえ空気に触れてなくてもってことね。そうなんですよ、うん、もう生まれた時から劣化は進むんだってやつね。ちょっとずつちょっとずつ、うん、っていうのもあるので、ある程度、何年も使わないっていう風に、するのももちろんあるし、あと、柔らかくするための材料だったりっていうのが、他のプラスチックにくっついてベトベトしちゃうとか、一体化しちゃうことがあったりもするので、その辺も気をつけて使うっていうのが大事です。うん、ある程度予防はできるけど完全に防ぐことはできないから諦めましょうってことだね。一応ね、なんか、低温で、保管しましょうっていう風に、書いてはあるんですけど、なんていうんですか、正直、使い始めて、つまり輪ゴムとして活躍し始めてから、劣化を防ぐのはなかなか大変ですと。あ、そうかそうか。使う前までだったら冷蔵庫に入れて保管とかそういうのはできるけど、はい、使ってる時に冷蔵庫に入れるわけにはいかないものね。そうですね。で、すごくビヨーンって伸びなくてもいいけど長持ちさせたいゴムとかもあったりして、うん、そういうやつは例えば、
炭素カーボンブラックを入れたりするとタイヤみたいになって、うん、タイヤは伸び縮みはビヨンってしないけど長持ちしますよね、うん、あれもゴムか、あれもゴムです、なるほど、うん、っていうのがあって、ある程度、ゴムはお疲れになっちゃうものなので、うん、熱、酸素や紫外線、まあ、オゾンみたいなものと、金属にくっついてるところ、湿気みたいなものや、伸び縮みをたくさんさせるみたいなことをやると劣化が早いですということで、ある程度寿命があるものとして使ってください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。ウソ800さんからいただきました。使用期間が過ぎた人工衛星やISS から放出させるゴミなどは地球の大気圏に向けて放出し焼却していると聞いたことがあります。これって大気汚染の原因になったりしないのでしょうか。高温で燃え尽きるから影響がないというようなことなのでしょうか。また太陽に向けて放出すればそんな問題もなくなる気がするのですが無理難題なんでしょうかといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずですね、はい、太陽に、向けてっていうのは、うん、コストがかかりすぎるのでやりません。あー、なるほど。ほとんどの人工衛星は、うん、地球の重力圏の中で、うん、回っていて、あ、空気との摩擦で落ちてくることはあっても、そこの重力圏から飛び出すには燃料をたくさん使わないといけないので。そっかそっか、はいはい、そうね、飛び出すにはロケットつけてるんだもんね。そう、皆さんあの井戸の底でぐるぐる回っていてそれを飛び出すには大変なんですよ。あ、じゃあなんか宇宙でなんかゴミを太陽に向けて投げるようなイメージがあるけどそんなわけにはいかないと。そう、だから惑星とかの、重力井戸の外であれば、うんうん、もっと大きい太陽とかに投げ込むっていうのはできるかもしれませんけど、地球の周りを回っている人工衛星とかでは現実的ではありません、うん。はい。でもう一つが、大気汚染になりませんかっていう話では、今は、再突入、つまり、地球から打ち出したやつがまた戻ってくるやつね、うんうん、では、ちゃんと燃え尽きるようにしてねっていうのを気をつけましょうっていうふうになっています。あ、じゃあ大気汚染しないような物質にしてるってことね。っていうのと、そもそも、燃えて大気汚染が出るようなうん、ものをなるべく使わないという話で、うん、多くのものは超高温で、まあ、燃やすっていうのをやると、うん、少しの、汚染物質は出るかもしれませんけど地上から出るものに比べれば大したことはないっていうのが正直なところだと思っています、うん、なるほど。そうですね。そう、残留推進薬とかでもあとは、電池みたいなものでも、そりゃ自分の目の前で高温で燃やされてその排気ガス吸えって言われたら嫌だけど、地球全体だったら、まあ、誤差範囲でしょうっていうので仕方なく認められていると。なるほど。中にはですね、金属はなかなか大変なんで、木材で作ってやれっていうチャレンジをしているプロジェクトもあるようです。宇宙ロケットを、人工衛星を、そうかそうかそうか、ロケットで運ぶときは、まあ、運ぶけどそこから宇宙でポンと外に出すだけだったから、そう、木でできてても竹でできててもいいのか。木枠の人工衛星と、うん、いうのがちょっとなんかおしゃれだね。おしゃれかどうか分かんないですけどね、うん、というのがありますが、そういうプロジェクトもあるようです。はい、はい、で、その中でも、ほんのちょっとでも落ちてきたら嫌だよねっていうようなものはなるべく使わないっていうのがあるんですけど、うん、宇宙探査まで出かける地球の重力圏から出ていくようなものでは、原子力電池を使っているものとかがあったりして、うん、そういうものはね、地球の周りを回るものには使われてないんですけれども、そういうものは、落ちてくると、少量でも、被爆の可能性があるみたいなことがありまして、うん、打ち上げるときにとっても気を使ってるはずです。確かに打ち上げて失敗したら戻ってくるもんね。そうですね、戻ってくるっていうか、ということで、一般的な人工衛星では、気にするほどではない、影響はゼロではない、
燃え尽きる工夫をするっていう風に一応条約とか法律があって、今のものは大丈夫、ただ、昔あげたやつで燃え尽きないものがあるかもしれないというのは言われています。まだそこまで細かく言われてなかった時ね、とか宇宙ステーションはでかすぎて燃え尽きないんじゃないかとか。なるほど、はい、そうすると、何、まあ、なんていうの、自己満足ではあるけれども、ある場所に落とすって決めてそこに人がいないようにコントロールして落とすっていうのをやるっていう風になっちゃうんじゃないかと思います、うん、海とかそういうところね。そうですね、古い、20世紀に打ち上げたものの大きいもので、最近も、宇宙ステーションの残骸みたいなものが、落ちてくるかもしれませんみたいな話がありましたけれども、途中で燃え尽きないものは地上でどっかにぶつかったりするっていう可能性はゼロではありません。はい、一般的な人工衛星は、ほぼ燃え尽きますけれども、大型のものでは、燃え残りがあるかもしれないというのはあります、はい、はい。最近のものは燃え残るものがないようにというふうに気をつけられています。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。寺見さんからいただきました、はい、夏に備え扇風機を取り出しました。使用表には 100V 50Hz の時 42W、 100V60Hz の時 45W とあります。電源の周波数で消費電力が変わるのが不思議です。火力と発電時も 60Hz の方が大きなエネルギーが必要になるのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、発電時はそんなに変わらないんですが、うん、扇風機はものによるんですけど、50Hz の時と 60Hz の時で羽の回転数が違います。 60Hz の方が早く回ってるんで消費電力が大きいです。じゃあそっちの方が涼しいってこと？まあ、涼しいというか風は風量があります。はい、60だから。昔の家電はダイレクトにこの 50Hz とか 60Hz を使って、なんかそのまんまなんかモーター動かしたりしてたことがあるので、うん、多分 50Hz と 60Hz でワット数が違うっていうのはよくあることかなっていうのはあるんですけど、まあ50と60違うんだから当然違うよっていうのはあるけど、はい、最近は違うってこと？そういう言い方をするってこと？最近も寺見さんちの扇風機が古いわけではなくて、最近も、50Hz と 60Hz でスピードが違うものもたくさんあります、うん、一般的です。そうですね、はい。なんですが最近は一度、うん、電気を直流に変えて、うん、それを使ったモーターが使われているやつも出てきました。うん、はい、そうすると全部スピードが同じだから、うん、同じワット数で動くみたいな感じです、ね、ほとんど変わらない、はい、ということで、平たく言うと羽のスピードが違うので消費電力が変わります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあどうせなら 60Hz のところで涼みましょう。いや、 50Hz で十分に設計してあると思います、うん、そうですか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。キジウォッチャーさんからいただきました。私は料理に使ったフライパンを洗う前にティッシュペーパーかウエスで油を拭き取っています。この時乾いたティッシュやウエスより少し湿ったものの方がきれいに拭き取れます。ティッシュやウエスが吸収できる液体の量には限度がありますので、湿ってる方が吸収できる量が少なくなるのではないかと思うのですが、なぜ湿ってる方がきれいに拭き取れるのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、例えば油があるときに、うん、ティッシュとかウエスを、拭かないで、うん、はらりと落としてひたひたひたってやると吸い込みますよね、うんうん、その時には多分何も、湿ってないやつの方が、吸い取れると思います。なんですけど、はい、今回のポイントは拭き取る、つまり、こそげ落とす、こすって落とすっていうのがポイントなので、うんうん、なるべく汚れをたくさんかき取れるのがいいわけですよね、はい、そうすると例えばね、木べらでこすって落とすときって、
線がつくけど、ゴムベラだったら、きれいに取れるっていう経験があるんじゃないかと思います、うん、つまり、乾いたティッシュやウエスはデコボコが、あるけど、湿らせるとそのデコボコ分が、ティッシュやね紙だと柔らかくなったり、もう一つは、うん、その小さいデコボコを、水分がある程度埋めて、擦り落とせるところが細かく擦り落とせるんで綺麗に拭き取れるというふうになっています、うん、ほう吸ってるというよりもだから擦り落とす時の違い、そう、つまり拭き取れるか吸い取るかの違いで、うん、吸い取るんだったら、乾いてる方がいいんじゃないかと思いますけど、うん、拭くんだったら、密着度が高い方が良くて湿ってる方がいいんじゃないかと思います。なるほどね、はい、油とティッシュの関係というよりかは、はい、テーブルとティッシュの関係で密着してるように湿らせるっていうことですよね。そうですね。で、あの油汚れはラップ、うん、使い古しのラップで拭き取ると拭き残しが少ないっていうのもあるようです。へえ、うん。ラップは油と馴染みやすいんで、へいへいローロー、ラップ、はい、これで僕らでフライパン拭いてくれよーよーって感じ。だんだん時間がなくなってきたので、はい、そのラップはこのラップと違います。はい、はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。私の家の電子レンジには温め機能があります。通常食材を温めるときには電子レンジに食材を入れワット数と温める時間を指定しますが、単に温めスタートスイッチを押しただけでも電子レンジが何かを測定判定し時間を決めて温めが行われます。いくつか試したのですが、コーヒーカップの水は1分30秒、コンビニ弁当は45秒程度でした。電子レンジは食材の何をどのようにして温め時間を電子レンジは食材の何をどのようにして温め時間を判定しているのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にひでせりさんのメールもお願いします、はい、ではひでせりさんのメールです。パンをトースターや電子レンジで温めて食べると良い香りが立って美味しいです。ところが電子レンジの場合は時間をかけすぎるとカチカチに固くなってしまいます。そう分かっているので短い時間で取り出すようにしていますが、取り出した後もカチカチが進行するときがあります。熱源から切り離したのになぜ。電子レンジは電磁波が水分子を振動させて発熱していると思います。トースターで温めた場合は後からカチカチにならないのに、電子レンジの場合は後からもカチカチになるのは水分子が熱源から切り離されても振動しているということでしょうか。それはなぜでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。電子レンジなんですけど、うん、電子レンジはほとんど、うん、マイクロ波っていうのを食べ物に当てて、うん、電波ですね、食べ物の中の水分水の分子が、動いて、温度が上がるという仕組みです、うん、でセンサーは実はいくつかありまして、うん、一番簡単なのは重量センサー、食べ物の重さを測る。でもそれだとお皿が重いと良くなかったりするよね。あ、確かに。で、電子レンジの自動温めみたいなものを押してスタートエイってやった時にすぐに何分何秒って出るやつは重量センサーです、うん、あ、その単純なってことね。重さはすぐに分かるから、うんうんうん、でその他にも、蒸気のセンサーや、赤外線を使った温度センサーっていうのがあって、しばらく温めて、うん、要は何秒かまたは10秒ぐらい経って、どのくらい温めますよっていう何分何秒が出るやつはちょっと温めてみて、うん、蒸気が出たなとか温度が上がったなっていうのを見て、あ、これはこのくらいの、材料に違いないっていうのをやって、温め時間を決めるっていうのがあります、うん、実際にちょっとだけ温めてみてその反応を見て決めるわけね。そう、うん、で温度センサーというか赤外線による温度センサーは非接触なんで、なんていうの、そこそこ正確なんですが、うん、一方で、超高温に温めた状態で使うと、
全体があったかいとミスすることがあるっていうのがちょっとだけ盲点ですね。あ、別の方法で温めて電子レンジ入れるとってことですね。あ、てか電子レンジの庫内があったかくなっちゃってる状態で始めると、うん、その影響があったりするんで、特にあのオーブンとかね、あのトースターみたいな機能を使った後、電子レンジで自動温めってやると、もうあったかいじゃんって思っちゃうことがある。へ、重さセンサーだったらそれはないんですけど、そんなところで、いろんなセンサーを組み合わせて、または、値段によって、高いセンサーと安いセンサーをくっつけて、自動温めみたいなものが良くなっていたり、あと自動温めだけど、お弁当の自動温め と、飲み物の自動温めが別のやつは、それぞれについて、重さやらその温まり具合を見つつ、自動を考えているというのがあります。はい、というのが前半で、後半、電子レンジで温めると、カチカチになってしまいますっていうのが、実は私は電子レンジで、パンの温めとかトーストの温めはほとんどしたことがないので、そのカチカチ感がよくわかんないんですけど、トースターはご存知の通り外から熱を加えて、熱くします、なので、パンの中の水分は、飛んでいきません。もちろんね、外が焦げるほど温めちゃったら、ダメですけども、外に焼き目がついても中の水分はまだ蒸発するほどあっちちになっていないってことが起こります。なので、中の水分は飛びにくいです、一方で電子レンジは、マイクロ波が全体を通るので中の水分も一緒に温度が上がります。なんだったら外は放熱するけど中は、温度が伝わるのに時間がかかるんで中の方が先に熱くなるぐらいですよね。そういう経験あるかと思うんですけど、そうすると、パンの中の水分が飛びやすいと、要は、パンの内側の温度が、高くなって水分が飛びやすいっていう状態が電子レンジの温めになるので、食材の真ん中でなおかつ、水蒸気が逃げるような構造のものについては、中がふっくらになりにくいです。そう、外から温めて外に焼き目がついても、中の、水は水蒸気で飛んでいくほど温められていないっていうのとか、あとは、外と中との熱、温まりの差が、外の方が熱いんで、中の水分 と、外の、水分の、温度のやり取りで、外はパリパリ中がふっくらに外から温めた方がなりやすいというのが、トースターで温めた方がパリパリで中がふっくらになるという、仕組みです。メールにあった通り、電子レンジが取り出した後も、水分子が動いているというのはありません。要は電子レンジの場合は後からもカチカチになるのは、熱源から切り離しても振動しているということでしょうかって書いてあるんですけれども、もちろん温度が高くなった振動はありますけれども、中の方が温度が高いぐらいのことがあるので、っていうのがあります。だから、カレーパンみたいなものを温めるときには、ある程度電子レンジで温めてあげて、中のカレーはカレーで温かくなって、水分が蒸発するほどじゃないところまでは電子レンジで温めるけど、最後、トースター機能で外から温めるとかするとかっていうのを組み合わせると一番、いい感じで温まったりするかもしれません。ああ、なるほどね。あとか最後にちょっとトースター加えるお惣菜パンみたいなやつはそういうのもあります、はい、ということで、取り上げられなかったメールもありますけれども、今日というか今回はこのくらいにしたいと思います。はい、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。また取り上げられなかったメールの方、ごめんなさい。ごめんなさい。はい、ということで、この番組では皆様からのメールを募集しております。質問や、身の回りで起こったこと、何でも結構です。メールで送ってください。送り方は、メールアドレス、lika@0438.jp、rika@0438.jp、または、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトで、そんな理科の時間の番組を一覧が並んでいるところから、右側にですね、投稿フォームがありますので、そちらからもメールを送っていただくことができます。ぜひ、ラジオネームをつけて、またはこの名前で、読み上げてくださいというのをお知らせいただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。難しそうなやつは読み仮名もつけてください。ぜひぜひ。
USO800さんか USO800さんか悩んだりしています。はい、ということで、そうね、はい、USO800 って読んだ方が良かったかしら。その辺も含めてですね、読み仮名があった方がいいと思った時にはぜひつけてください。よろしくお願いします。お願いします。時間がないのでその他のお知らせは、カットしますということで、そんなエリカの時間、切りのいい第512回お送りいたしましたのは、吉安と香里と正人でした。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。また今度。ごきげんよう。